今から誰も知らないであろうことを言うんですけど、私木曽三川公園公認アンバサダーなんですよ。なんぞやって感じじゃないですか。まあまだ何にもしてないんで、それもなんぞやって話なんですけども、一昨年にその日本最大の公園でかくれんぼをするって動画を撮ったんですけど、あの動画を上げた結果、公園本家にその動画届きまして、もしぜひよかったらって感じでお話をいただいたので、ってことはまあまだ何にもしてないんで、まあ、これ以降、いろいろね、そういうのを絡めたこともね、やっていきたいと思うんですけども、木曽三川公園で、イベントがあって、北京オリンピックの銀メダリストの塚原さんが、陸上教室をやるっていうことで、佐野さんも来てくださいって言われたので、佐野さん行ったんですよ。佐野さんね。まあ、行ったら動画撮る流れになりまして。この番組はアニメで学べるお金の学校、マネデミアの提供でお送りするわん。概要欄にチャンネルがあるっぴ。三能さんもお金の勉強してくださいね。それでは本編をどうぞ。位置についてよーいスタート。おっそ中学女子や中1女子いや中1女子よ、怖っ。だいぶショック。いや、こう、学生時代は7秒3だったんですよ。まあまあ、約2秒増加。やばくないっすか？でも逆に可愛いから、映像見てないけど。可愛かったから、まあ女性ファンは増えたかなっていう。女性ファンを。増えた。ポテポテ走りってこと。足速い方がモテるとかないから。逆にあれでモテたと思う。あ、可愛いって。可愛いんですけど、3の9秒2でみたいな。ホストとか足早くないじゃん、どうせ。いや、そんなの教わってきてないよっていうことの方が多いかもしれません。初めてのこともあると思います。また、ついてきてもらいたいと思います。ある人は5回やれば、ね、その動きが得られることも、ある人は10回、ね、15回、20回続けなければ得られないっていうこともあります。やっぱ長年競技続けてきて、多分ここは、多分どの世代だろうが、どんな人だろうが、多分ここをちゃんと押さえて OK さえすれば、メダリストの力、ボンバンって、努力しないで、やばいね。無駄なアクションが多すぎて。そう、そんな面白くないから。なんか何で笑ってるか分かんない。そうですね。合わし上げると。すごすぎた。すごすぎた。すごすぎました。素質。ちょっと至って大真面目で。真面目。その人で早くなんなかったら問題がある。まあ確かにね、間違いないですね。ね。人が頑張ってるところを笑うのは違うから。違う。一番は怪我をしないっていうことも大事なんですけども。足。万歳です。万歳してください。ね、しっかり万歳。とか股関節の可動域が出ます。出るのでこの動きのまま歩いたり、まあ、だんだんね走りに近づけていくんですけど、ただ上げるだけ、上げ下げするだけです。上げたら必ず下ろす、ね、上げたら下ろす、上げ下げ。弾んでしっかり地面捉えて、この足の軌道っていうのは大きくは変わります。
やるからちゃんと、うん、これ遅かったら仕事なくなるじゃん。お願いします。お願いされたよ。任せて。アンバサダーの力見せます。アンバサダーの力、本当に。8秒78でした。ああ、よし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 。効果ありましたね、さすが。急なんだよ、これも全部。寒いし、濡れるし。急なんだよ、これも。やったけど。おお。落とすなよ、頼むよ。噛みたくもなんないけどな。かじりたくなるんか。メダルかじんない。かじる。愛知県民かじりやすいから。かじる。全然いい。全然いい。全然いい。よかったっすよ。よかったですね。早だった。すごいね、この公園。その呼べる感じもね。器もでけえな。この川のごとく器もでかいな。この木曽川と長良川と揖斐川のごとく。器も効果もでけえな。でかいっす。ふぅ、初参戦、ふぅ。